落ち込んだ時に言葉なんか発しないんだって。ちょっとお分かり？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ほい、それじゃあマンション見てこう。今回は、うおー、リカちゃんが燃えてるよ。相手は誰？相手もきっと燃えてるんでしょ？燃え、上、なんか、喧嘩多くね？ということは、ラブラブですけど。ラブラブですけど、何か。喧嘩は関係ないの、シッシーさん。2週間ぶりですね。お久しぶりです。風も引いたりしてませんでしたか？いや、余裕っす。まあね、季節の変わり目やけんね、気をつけんと。あ、リカちゃん、アイちゃんとか、仲直りさせてあげて。僕に任せてください。でもあの状態のリカちゃん大丈夫？大丈夫？もうほら、めっちゃバトル。やばいやばいやばい。止めて止めて。たこ焼き器を足元に投げつけるとかもう足の骨折れるからね。すげえ、シッシーさん。え、おさん、おー、ほら。そんな簡単な音楽で。あの状態収めるとか。何、シッシーさんのその力。なんか、いいことした気分です。うん、いいことしたよ。ありがとう。あんな燃え盛るリカちゃんを止めることはできなかったよ、私は。お、実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあ、ココちゃん入るよ。誰と喧嘩中なの、ココちゃん。今ちょっと、不機嫌です。どうした、どうした。相手はキングじゃないよね。黒影と喧嘩しました。黒影さん。マジか。仲直りしよう。じゃあ、このイライラも沈めてください。ほらほら、甘いものでも。そんな足だん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 せずにさ。ふっ。あ、でも今の時期焼き芋とか、機嫌良くなるんじゃない？女の子。あ、私に焼き芋差し出しても、絶対に機嫌良くならんけん気をつけて。誰に言うんかはわからんけど。まあまあですって。ってことは相手の、黒影さんのところへ。入るよ、黒影さん。珍しく怒ってます。さあ、黒影さん、落ち着こう。どれがいいかな。じゃあ、わたあめでも。わたあめってさ、別に普段からスーパーとか、ね、駄菓子コーナーとかに売り寄るけど、基本的にお祭りの時しか買わんよね。普段から買えるけど、なんかお祭り限定っていう雰囲気がすごいある。いってらっしゃい。だって必ず買うことない、あのキャラクターのやつさ。お、どうなるどうなる。しっかり。しっかり謝ってね。この間はごめんなさい。ここちゃん許してあげてね。てか原因は何だったの？こちらこそごめんなさい。おお、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったよかった。レベルアップ。ほい、それじゃあ、道具で。鏡をどうぞ。そして、釣り竿を返していただこうか。ほい。え、それ化粧品セットじゃね？私、押すもの間違えてね。ビジュアル系になるじゃないか。実用品、催眠術セットをもらいました。ありがとう。ほい、そして、男子会。ねえねえ、女の子たちが集まると、どんな話するんだろ？女の子同士ってどんな話やろ？気になるねえ。でも、食べ物の話とかさ、なんか新しくできたお店とかそういう話が多いかな。わかる。
まったくだね。まあね、毎日徴兵棒やもんね。最近花束を集めるのやめられないんだ。花束を集める、どういうこと？花束っていいよね。どうやって集めるの？どうすればもっとかっこよくなれるかな。短パンランニングも着こなせるようになったら。短パンランニングってなんか結構な格好やけど。もう十分かっこいいよ。おー、アスムいいこと言うね。ほい、そしてマジックショーだ、マジックショー。始まり始まり。それではお客様の中から。ほいほい。そこの平等なあなた、年下から私は違います。手を向けてこんな風にパワーを送ってください。はいはい、どう、動いてる？いい感じです。いいね、いいね。いいですよ。どうよ、どうよ。リラックス、リラックス。まあ私暇そうなあなたじゃないけどね、全然。この通り。おお。大変なことになっちゃいました。超笑顔やけど。ガイタンくん入るよ。いやー、やばい。物の投げ合いが。怒らないで。ヨシハルと喧嘩しました。現在進行形よね。仲直りしてよ。このイライラも沈めてください。ほいほい。それじゃあ服じゃない。それじゃあ甘いものを。マンゴーはマンゴー。ほい、どうぞ。いただきます。どう？私基本的にマンゴー全然好きじゃないんやけどさ、あの森永の角切り果実グミ、あれのマンゴーのやつはね、あの友達にもらって食べたんやけど、嫌いではなかった。自分でよしこれ買おうとは思わんけど、嫌いじゃなかったよ。この間はごめんなさい。よしはるくん、許してあげて。こちらこそごめんなさい。おお、よかったよかった。ちゃんと和解できたね。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ。今まで以上にきっと仲直り、仲良くなってるはずだ。実用品、催眠術セットをもらいました。ありがとう。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、それじゃあ、親友のむーちゃんのところにきっと話を聞いてもらいに。いやー、運動をしてるみたいだ。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ほい、じゃあ早速マンションを見てこう。お、ハートマークがあったよ、ハートマークが。ここにもある。下にもあったよね。おー、リカちゃん入るよ。めっちゃバタバタしよりやん。相手はどなた？ちょっとだけ、ちょっとしておいてください。そっとしておきません。実はてっちゃんのことが好きです。僕の子次第だよ。てっちゃんにはね、モカタンがいるの。だからそれはダメ。めっちゃびっくりしてる、目がでかい。相手がいるから。ごめんね、あの二人ラブラブだからね。ほらほら、ちょっとね、リカちゃんの好きな食べ物いまいちわからんけん。マンゴーはどうですか？ほい。女の子は基本的に好きな子多いはずだと思うから。結構美味しかった、よかったよかった。多少なりとも元気になったでしょう。そう、ここここ。おー、みゆちゃん入るよ。さあ、誰だ？てか、やっぱ奇抜だな、格好が。なんだろう、この気持ちはってこと？ゆうやのことが好きです。お、ゆうやさん。串がよですが。いいね、いいね。手伝うよ、ぜひぜひ。じゃあ、可愛く。告白する場所はどこがいいでしょうか？そして告白する場所は、屋上。その前に着替えた方がいいですかね。いやね、ちょっと大阪のおばちゃんスタイルはやめておこう。着替えで、
これが可愛いかな。大きな襟元が印象的なハーフコート。外が寒くてもお出かけしたくなっちゃう。これで。それでは、勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい。祈っておくね、私。なんかめっちゃでっかい影が。飛行機ですか？今までそんなことあったっけ？声をかき消さないでね。好きみたい。付き合ってあげても。上からだな。いいよ。好きな子から言われたら可愛いんやろうけどね。どう？こちらこそよろしくお願いします。おー、よかった。じゃあ今の超可愛かったんやない？ああいうのって結局さ、可愛い告白方法とか、うまくいく告白方法みたいな、やっぱり、なんか特集組まれたりとかするやん、告白の仕方みたいな。バレンタインデーの時期とかさ。でも結局相手のこと好きかどうかに左右される気がする。好きじゃない人にさ、なんか、付き合ってあげてもいいよ。いやいや、結構ですけどってなるやん。ね。ほい、それじゃあ本でもどうぞ。ほい。読書の秋にしてください。これにこれもあげます。お、なになに？実用品、胃腸薬をもらいました。ありがとう。いやー、幸せになってね。夢で見たような気がします。あ、そういうのよくある。なんか夢で見たような気がするなっていうのもあるし、あ、こういうことって前にもあったよねってなんか現実として思う、あの、現実として思うことの方が多い気がする。ほい、それじゃあたこ焼きでもどうぞ。でもそういうことって大抵現実に起きてないんよね。多分なんか同じようなことがあった気がするっていうのを何回も何回も何回も同じようなシーンで経験するんやけど、多分それ全部夢なんやと思うよね。遊ぼう遊ぼう。遊ぶの久々や。なんか帽子シルエットクイズ。シルエットで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。ほい、スタート。第1問。第1問。お花の髪飾り。ヘルメットではない。かわいいね。第2問。第2問。あ、リンゴや、リンゴ。なんかさ、小さい子ってさ、基本的になんか、おっきい髪飾りとか結構つけとるよね。私もそんな感じやったよ。なんか、じゃらじゃらといろいろ。ん？それは、ラスタカラー？マリンではない。リーゼントでもないな。イエーイ。これラスタカラーっていうんやね。覚えてなかった。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。ほい、それじゃあ大きいやつ。お、マトリオシカ。お宝マトリオシカをもらいました。ありがとう。シッシーさんは怒ってないね。入るよ。みんなの仲裁役シッシーさん。おはようです。おはようです。もう主任かと別れたいです。待って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 、なぜ？平和に行こう。考え直して。話し合ってきます。うん、話し合っておいで。ちょっとせつなさんとか間に入ってもらったらいいんじゃないかな。なぜ教室なんだ。こういう帽子だから？いや、あの、タケコプターは邪魔やと思うけど。小学校の黄色い帽子みたいやない？終わった。終わりの鐘が鳴った。なんてことなの。新しいカップルがやっと誕生したのに。出会いがあれば別れがあるものか。うまくいきませんでした。やっぱりダメでした。なんでよ。え、だってさ、前回まだ超ラブラブやったよ。周りみんながさ、こう喧嘩しよる中、二人は超ラブラブでしたけど、なぜ。昨日から今日の間に一体何があったよ。別れも告げる方も辛いんです。でも別れを告げられる方がずっと辛いと思うけれど。いえー、ほら、みかんでも食べて。いただきます。みかんで慰めになるかどうかは知らないけど。あ、チョコレートパフェあげればよかったね。どう？あ、でもお腹いっぱいになってしまったけん、まあまあまあ。へえ、ってことはシュリカちゃんも新しい恋を見つけなければいけないのね。
お願いします。チューリップの化石発見。チューリップどんだけ昔からあったんやろ。おー、しかも鉢ごと鉢ごと。普通さ、花びらとかじゃないの。変わらなすぎだろ。むしろどう押しつぶされてたんだかがよくわかんねえわ。お、あゆな。ちょっと恥ずかしいからやめてよ確かにそんな化石が現れたら楽しいよね。他にどんな化石が埋もれとんやろとは思うよね。ありがとう。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。そんな後ろ姿をね、こっそり近づいてて撮るとか、そういうことをしちゃダメよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンションを見てこう。お、早速、めっちゃ早速視界にハートマークが。いいねいいね。ゴロゴロしながら誰のこと思うよ。切ない。切ない。聞くよ。ルキアのことが好きです。告白したいのですが。おお、ルキアくん、手伝うよ。どんな感じで告白したらいいですか。ね、どんな感じで。じゃあ可愛く。告白する場所はどこがいいでしょうか。場所、告白する場所は、じゃあ浜辺で。その前に着替えた方がいいですかね。着替えね、どうしよっか。なんかあったかな、着替え。これだけか。ぽいね。ってことは、このまんまでよし。このままでいいですか。うん、もう普通の服しかなかったもん。このままで。では、勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい。お、来た来た来た。ずっと前から、ルキアのことが大好き。ほう、超かわいいやん。付き合ってほしいな。うん、これはかわいい。どうよ、ルキアくん。ごめんなさい。はあ、マジか。マジか。何がダメなんよ。残念な結果に終わりました。どう？再チャレンジとかはしませんか？お、燃えてるね。もう一度告白しないです。いいと思うよ。気が済むなら。よし、いってらっしゃい。別の人が来た。カイタンくん。ルキアはあなたと付き合う気がないみたいですの。こういうさ、人捨てに言われるのが一番傷つくと思う。ねえ。すごく残念な結果に終わりました。なんてことだ。もう諦めようと思います。ねえ、他人からああいう風に言われたらね、全然すっきりもせんやろうし。ほら、まあとりあえず、クッキーなんかじゃ慰めにならんやろうけど。いただきます。どうぞ。どう？美味しい？まあまあ美味しかったか。大して変わらんね、落ち込みの。怪しげな福袋。お客さん、うんざりししてない？お、ナミちゃんや。ん？立ち止まったけど買ってくれないのね。ほい、じゃあ私は買います。ほい、それじゃあ一つ目の中身は？お、服、アンサンブルが入っていました。いいやん、いいやん。そして、二つ目の中身は？お宝、縄跳びが入っていました。縄跳び。三つ目は？おお、なんかと思った一瞬。お宝、アロマキャンドルが入っていました。また来てね。まあ、当たりは服ぐらいかな。アンサンブル。そして、ミニュース見てこう。8時になりました。ミニュースをお伝えします。
願いします。新種の浜崎菌が発見されました。浜崎菌？何それ。この浜崎菌を利用して新薬の開発が期待されます。マジですげえやん。何の病気に効くんやろ。じゃないですか。最近ね、なんか医学の発達がすごいけん、結構なんかがん細胞が死滅したりとかね、いろいろと新たな発見があるみたいやけど。アスムとユニポンちゃん、晩ご飯の後ぐらいかな、時間的にもね。ほい、それじゃあアスムをお呼び出しします。みんな超びっくりするよね。やっと涼しくなってきました。やっと涼しく。涼しいんかな。なんか今年寒くなるの早い気がするんやけど。低温と仲直り次第です。お、そりゃもちろん仲直りしてくれ。ほらもうずっとココちゃん沈んどったんやけんね。さあしっかり謝って。やっぱりこっちこそごめんなさい。やっぱりじゃねえわって感じやけど。はい。ほう、ココちゃん優しいね。今更なんやねんって言いたくなりそうやけど。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。りできました。もう喧嘩をしないように。ね。お礼にこれもあげます。なになに？だって確実にアスムが悪いけんね。お、友達マークが出ている。喧嘩じゃありませんように。よかったよかった。チェチャーリーさん入るよ。今エアーになっとったね。サンドバッグ消えとった。1ヶ月後どこに行ってたんですか。え、私そんなにどっか行ってたっけ。あやかの子供よく知らないのですが、私とあやかとは気が合いそうですか。あやかちゃんね、どうやろう。まあ分からんけど、きっと合うんじゃないかな。ちょっと気になってきました。うん、ぜひぜひ行って友達になってみてよ。見てよ。今日はなんだかやる気が出ません。まあもう夜やけんね、ぐだぐだゴロゴロしよったんでいいと思うよ。ほい、それじゃあ写真を撮ってきていただきたい。ほい。どんな写真を撮ってきてほしいですか。住人の写真。わかりました。ちょっと撮ってきます。みんなのいい顔撮ってきて、いい顔。こんなのが撮れました。お、おかえり、どんなの。ナミちゃんはわかるんだけど、男の子は？ヨシハルくんかな。めっちゃ後ろ姿なんやけど。盗撮じゃないよね。消したい記憶。一体何があったよ。うん、確かに完璧ではなかったです。もっとほら、表情を映してきてくれないと、いい顔を映してきてって言ったじゃん、私。そんな後ろ姿をね、こっそり近づいてて撮るとか、そういうことをしちゃダメよ。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。止まっていきな。てかこの状態で出てけって言ったら鬼だからね。ほい、ということ…お？ニュース速報。ニュース速報です。ほいほい。いつの間に通信で輸入品が入荷されました。お化けかぼちゃの服。おお。あ、かわいいかわいい、いいねいいね。なんかちょっとダボっとしてる感じがいいね。ありがとう。ほい、それじゃあむーちゃん、お、怒っとるし。むーちゃん怒っとるし。いとめさん、こっちは怒ってないね。入るよ。二人でギターの練習。こんばんは。寝てる人の顔にタッチすると、この後は言えないです。寝てる人の顔にタッチすると落書きができる。まあ、でも実際に落書きするときは油性ペンは絶対にしたらいかんよ。まあ実際に落書きしちゃいかんけど。ほい、じゃあオムレツでもどうぞ。
いただきます。もしもするんなら水星で、じゃないとね全然落ちんやろうけん。まあ、したこともされたこともないけどね。ほい、ココちゃん入るよ。こんばんは。こんばんは。あやと友達になりたいです。おお、あやちゃん、いいねいいね。紹介するよ。どんな話をすれば仲良くなれそうですか？どんな話、ね、じゃあ真面目な話で言ってみようか。ではちょっとお話ししてきます。ほいほい。なんかね、どの話を選んでも別に見た目的に何も変わらんけんね。こうなんか吹き出しが出て、それになんかね、絵でも何でもいいけん内容が出てくれるんならいろんな話選ぶんやけど、なんか選ぶものによってちゃんと変わりよんかなって思うし。お、まだ友達にはなれませんでした。そっか、でもまだってことはこれからやもんね。セナキングのいいところはここが一番知ってます。だよね、ココちゃんがきっと一番よ。ここの友達マークは喧嘩かな。おー、てっちゃんとやったんや。入るよ。二人とも落ち着いてね。てか幽霊が見守る中、もうどうしたどうした。おせちゃんと喧嘩しました。腹立たします。落ち着こう、むーちゃん、仲直りして。このイライラを沈めてください。こんな場所でも喧嘩できるってすごいね、心臓が強いよ。ほい、それじゃあ甘いものでも食べよっか。マンゴーとかどう。ほい、いただきます。どうぞどうぞ。さあどう？お、結構美味しかった。自分が落ち着きました。仲直りして。よかった、機嫌良くなってくれた。いってらっしゃい。さあ、てっちゃんも落ち着こうね。いつの間に家に帰ってきたんか知らんけど。私が入っていった隙に帰ったんかな。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。おー、よかったよかった。ね、お互いに素直になれんかっただけよね。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、直りできました。よかったよかった。お礼にこれをあげます。お、なになに。実用品お風呂セットをもらいました、ありがとう。お、鳩場に旅人かな、船かな。船が4艘やってきました。旅人かな、船かなって、船は必ずおるか。お姫様島から船が来ました。かわいいね、島の名前。輸入品はイチゴのパーカーとスカート。輸入品もかわいい。そして、アユナ島の輸出品と、ともみちゃんが旅立っていった。まったり島から船が来ました。旅人マリエちゃん。輸入品は麦わらテンガロンハット。おー、いいね、いいね。旅人いたよ。お、セシーンくんが旅立っていった。そして、吉岡島から船が来ました。輸入品は蝶ネクタイとジーンズ。蝶ネクタイとジーンズ、個性的になりそう。ほい、タウン島から船が来ました。輸入品はヒョウ柄のストール。いいね、いいね。以上かな？ほい、ってことで、空き地へ行ってみよう。そっか、旅人は一人か。ま、急激に病んでる。マリエちゃん大丈夫？あ、そんな無理して起き上がらなくてもいいよ。あ、お邪魔してます。勝手に止まって、すみません。全然大丈夫よ。いいでしょうか？うんうん、止まっていきな。てか、この状態で出てけって言ったら鬼だからね。よかった。ありがとうございます。いえいえ。私、マリエです。今日はここに一泊させてもらいます。ふんふん。私は今までに7つの島を旅してきました。7つか、すごいね。多いね。預かった伝言が。お世話様です。うん、お世話するよ。よろしくお願いします。こちらこそよろしく。で、何、お腹が痛いの？寒気がする。風邪か。ということは、寒気がする。風邪薬。ほい、どうぞ。いただきます。ほいほい。
風邪薬飲むときにいただきますって言わんでいいけどね。有効成分が風邪の諸症状に効きました。ああ、よかったよかった、治って。私の風邪も一瞬で治ればいいんだけど。お、レベル上がったやん。もうよかったよかった。ん？何何？ジャコテンも持ってるんです。おう、ジャコテン来た。ゲームコイン7枚ね。結構がっつり持ってくね。いいけどいいけど。助かります。はい。どうぞどうぞ。特産品ジャコテンをもらいました。ありがとう。アイチンさんと写真も撮ったの。お、アイチンと。お母さんに手紙も送るとき。おー。この写真一緒に送ってもいいかしら？いいよいいよ。アイチンおしゃれにしててよかったね。本当ですか？ねえ、この間かぶり物を買えんかったら、ブロッコリーのまま映るところやったよ。伝えたいこと、頑張ってねって。ね。ってことで、がん、ば、立ちつ、て、ね。頑張ってね。頑張ってね。で、伝えたらいいんですね。うん、オッケー。いいよいいよ。メッセージありがとうございました。いつか帰ったら必ず伝えときますね。ぜひぜひ。ユナもそろそろ帰ってくるかな。いつ帰ってくるやろ。次に行く島もこの島のように楽しいとこだといいのにな。どこに行ってもきっと楽しいはず。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ヨーグルト？フライパンで？どうやったんだ？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。それじゃあ早速、あ、待って。空き地に旅人が置いていってくれたやつやね。手紙。あゆな島の管理人さんへ。おかげでぐっすり眠れました。本当にありがとう。プレゼントを置きました。気に入ってくれるかな？マリエより。マリエちゃん。お、お宝ポケットティッシュが入っていました。何？ポケットティッシュで終わらされたんだけど。何事？どうかとかじゃないの？ほい、それじゃあ、マンション見てこう。お、ハートマークが見えた今。ほら。ほい、それじゃあ、リーちゃん入るよ。すごいね、今、スッて座り方が。滑らかやった。ちょっと悩んでるんです。何何？聞くよ。実はチャーリーのことが好きです。告白したいのですが。チャーリーさん。いや、チャーリーさんには、アキちゃんが。どうして反対するんですか？っていうか、結婚してます。相手がいるんだよ。なんですか？なんとなく気づいてはいましたが。そうそう。やけんね。うん。ああ、めっちゃ落ち込んだ。いや、でも思ったよりは薄い、遅い。浅いね、傷は。ほい、それじゃあ、ガム一枚で終わらされるとは思ってないよ。熟練の職人が丁寧に焼き上げました。しっとりふわふわの食感をお試しあれ。ほい、じゃあこのカステラでも。いただきます。きっとちゃんと長崎のカステラよ。どう？結構美味しかったようです。なんかカステラってさ、上の紙をペラって剥いだら、茶色い部分まで一緒に剥げることない？あれ、確かなんかね、昔、伊藤家の食卓かなんかで、上の部分を剥がさずに、綺麗に剥がす方法っていうのをやりよったはずなんやけど忘れたな。お、え、もう一人おるやん。ねむちゃん、え、もしや。入るよ。もしや。おー、来るか？いいね、いいね、ぐいぐい行くね。頑張れ、応援する。場所はね、遊園地で。着替えね。まあ、その帽子ちょっと、外そっか。帽子外して、で、これで、決定。ところで、次のポーズをするタイミングに、自信がありません。そこは私が、うんうん。
頑張るよ、タイミング。わかった。よし、ちょっと私も気合い入れていかんといかんね。いいね、いいね。返事遅くね。よし、頑張ろう。なんかちょっとオレンジがかってない？夕日？いや、夕日じゃねえな、朝だし。ちょ、彼女の話を遮るな。今のスキヨはガイダン君のことよ。さあさあ、なぜココちゃんのこと考えてんだよ。さあ来い、ネムちゃん。おっしゃ。おっしゃ。そうだね。いいね、いいね。なんでお互いに全く顔を見ないの。あとハート2つしかないよ。やべえやべえ。来い。来るんだ。ああ、人の顔が出たら惜しそうになる。ほい。おい。マジか、それで？へ、そうなんだ。偶然、私も今行ってるの、みたいな感じで連絡があったんかな。ハートがあと1個しかない。やばいやばい。え、マジで？今のダメやった？聞こえなかった。え、絶対行けたと思ったんやけど、消えとった？うわぁ。ほら、ガイタンくん。今年のタイミングのせいやけどさ。あ、そうね。ネムちゃん、ごめんね。うまくいかせられなかった。この次は、ちゃんとプロポーズできるように、頑張ります。私も頑張る。てけん、早く次、またプロポーズしたいって。決心してね。いいやん、いいやん、ネムちゃん。姉御肌なんかな。ね、意外と、童顔っぽく見えるけれども。ほい、それじゃあ、アボカドでもどうぞ。あー、ごめんね、落とした。落としたよ。どうぞ、どうぞ。どう？まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。はい、じゃあクリちゃん入るよ。どうもどうも。あ、そっか、こういう部屋に変えたんやったっけね。お久しぶりです。お久しぶりです。ライチに友達になってほしいと言われたのですが。おお、ライチちゃん、いいねいいね。いいんじゃない？では、ちょっと話もしてきます。あれ、てかライチちゃんと髪型一緒じゃない？違うかな？あ、ほらほらほら。髪色は違うけど、髪型一緒。ちょっと双子感が、ね。いいやん、二人で。双子ファッションとかしたら。なんか最近流行っとんやろ、そういうの。なんか雑誌の表紙に書いとったよ。表紙しか見てないっていうね。そういうおしゃれ雑誌読まないから。うまくいきました。おー、よかったよかった。友達になりました。よかったよかった。仲良くね、これから。そっか、クリちゃんはこんにゃくが大好物やったんか。独特な感性の持ち主やったんやね。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。ほんと、それで直したいよ。大地の生まれ故郷に、今度、連れて行ってくれるそうです。おー、マジで？え、てか、もうそんなに仲良くなったん、すごいね。ほい、それじゃあ。焼きそばでもどうぞ。ほい。いただきます。どう？おいしい？お、結構おいしかったようです。よかったよかった。そして、なんか、体育座りをさせられることができるっていう風に言ったんやけど、どうやって？上から下に。あ、ごめんね。お腹？お腹から下？どうやるの？ごめんね、全くできないや。頭からじゃないよね。お前頭下げろよ、みたいな感じになってしまった。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。